はい、皆さんこんにちは。そして今ネット越しには生徒さんのゆうこさんがいます。ご挨拶どうぞ。はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。はい、今日はね、最近になってEZ Keys 2とそして EZ Bass をね購入して、次はまた EZ ドラマーが買えればいいなと言いながらですね、まずこの2つのソフトを買ったので、それの説明をゆうこさんにする時に、せっかくだからみんなもそういう分かりたいという人もたくさんいるだろうから、こうやってちょっと録画をしてみようという話になりました。じゃあ早速やっていきますね。はい、途中でなんかわからんことあったら口挟んでもらっていいからね。はい、ありがとうございます。はい、ということでここにメロディーをもう打ち込んであります。ゆうこさんは突然いいメロディーが浮かんできたりということがあって、それが元で DTM を始めようと思ったらしいですけど、確かそういう話でしたよね。はい、そうです。ですからここでちょっと僕はメロディーを準備してみました。どんなメロディーかというのはこんな感じです。まあ途中でやめましたが、ここで二十数小節のこういうメロディーがあると。で、今まで一番悩んでたのが、これにどうやってコードをつけたらいいかっていうのがなかなか難しかったんですよね。はい、コード進行とか音楽理論というものを全く知らなかったので、たくさんの方に教えていただいたり、 YouTube でいろんなコード進行の付け方とかを見させていただきまして、試行錯誤して作っておりました。はい、音楽の基礎理論がなかったりしたら難しかったり、スケーラー2とかいうのを買ってみたりするんだけれども、なかなかメロディーにバッチリ合うというのは難しかった。だから僕はそれなら EZ Keys 2 を入れてみたらどうっていうようなお話をさせてもらったということです。そこでですね、EZ Keys 2 とそして EZ Bass、 これを入れたいと思いますが、まず EZ Keys 2、これを入れたいと思います。はい、EZ Keys 2 が立ち上がりましたので、この MIDI をここに本当は入れたいんですけれども、スタジオ1の MIDI の持ち方自身が少し変わってるので、ここからドラッグできません。キューベースとかだったらできるんですけれども、まあこれはしょうがないですので、ファイルというタブのこちらの方にドラッグして、一応練習メロということで入れてあります。まあ入れ方だけ言いますが、こうやって引っ張ってきて、どこのフォルダーにしようかなというところでオルトキーを押すと、MIDI ファイルというところの前にバッテンがつくんです。もう一回押すとバッテンなくなるんです。もう一回押すとまたバッテンつくんです。この状態で離すと、このように練習メロというのができるんです。こういうのを作っていたら、またよく似た練習メロというのができたりしやすいですので、これ変えたい時は、ここを右クリックして、これを例えば練習メロ2とかにするというふうに名前を変える。分かりやすいようにもっと2いっぱいつけときます。こうすると、これを引っ張っていった時に、このように練習メロ2222というふうにできるんです。 MIDI の書き出し、ゆうこさん分かりましたか？今のところ。はい、そこまでは。はい、わかりましたね。はい、これで MIDI の書き出しをしたら、先ほどの EZ キーを立ち上げて、これをここのところにドラッグします。上がバンドメイトというメニューになっています。ここですね。バンドメイトになっている時に、ここにドラッグをすると分析が始まって、これに合うフレーズを考えてくれると同時に、このようにコード進行もできるということなんです。そしてこれをこちらの方に持ってきたいんですけれども、持ってくる時にここがこんな風にいっぱいフレーズがありすぎるとスタジオ案が迷うので、例えばまずこれを一旦下の方に持ってきます。一番最初の小節から持ってきたら、ここにコード進行ができたんですけれども、このフレーズをグルーブというところに変えてから、クリアオールという赤いのがあるから、ここで検索されたりしているものを一旦クリアするんですね。そうしてここに EZ Keys 2というのがあるので、そこの中のパッド系4分の4、ここらのところに僕も星印つけてあるんですけれども、こんな簡単な白玉和音のフレーズがあるんです。これにリプレイスミディというボタンを押して変えるのは、ここでセーブチェンジとしたら、下が本当に簡単な白玉になるんですね。こうなった時にこれの青いバーのところを持ちながら、スタジオ1のコードトラックに引っ張っていきます。こうしたらコード進行がこのようになるんですが、これが100点でもありません。自分の思っているコード進行と若干違う場合があるんですけれども、そんな時は今日はここは深掘りしませんが、サジェストコードというボタンがここにあって、このコード進行だったらどうだろうというサジェストというのをできるんですけれども、今日はここはちょっとまず深掘りしません。またここのところは別で勉強しましょう。わかりましたか？はい。このようにしてコード進行の変更も簡単にできるようになるわけですけれども、このように作ったら、今白玉和音でコードを引っ張ってきたいがためにこのようにしましたが、本当はせっかくピアノができたのでピアノフレーズをやりたい。そういう時は一旦元に戻る時はこのクリアオールというのを押して、そして自分が作ろうとしているのが、例えばポップスだったらここでポップスロックとかいうのがあるから選んで、そしてプレイスタイルはスタンダード、スイングさせるか、例えばタッタタッタって感じでスイングさせるのか、ストレートかなんてことを選びながら、ここで自分の好きなフレーズを選択していく。はい、ちょっとジャジーになりすぎたので。こんな感じ。じゃあこれ気に入ったなと思ったら、ここで「リプレイスミディ」というのを押して、これが書き色になるので、そしてここで「セーブチェンジーズ」というのを押すと、これで確定します。もうメロディーがあって、そしてここにピアノがあると。いらないのは消しておきますね。これで再生をすると、こんな感じにできるんです。ゆうこさん便利でしょ？はい、すごく助かります。それで今回は EZ Keys だけじゃなくって EZ Bass も購入したので、今度は EZ Bass を入れます。インストゥルメントタブから EZ Bass、これを選択して、そしてトラックに入れます。もう EZ Keys ができているので、考え方としては2つあります。ここにあるコードを持ってくるというのもあるんですが、 EZ シリーズ同士なのでピアノと感電連携しやすくって、スタジオ1の欠点でもあるドラッグ&ドロップが簡単にできないというのもあるわけですから、これをピン止めをしておいて、そして EZkeys 2を出します。このように出したらですね、ベースの方をドラム&キーズというのを選んでおきます。そうしてこの出来上がった一連の伴奏をですね、こちらの方に引っ張ってくる。ドロップミディヒアとなりましたが、ここに離す。するとこのピアノの鍵盤の左、ベースを司るところですよね。これにするんであればこちら側だし、いやそうじゃなくって全体の音程の中から引っ張ってくるというんであればこちらにすればいいんですが、今日はこの左手、これを活用します。これをドラッグ&ドロップします。そうするともうコード進行もこちらに来るんですが、一つだけ初めて EZ ベースを使う人は悩むことがあります。なぜならピアノで C@9 とかいうようなコードが仮にこちらの方にあるとしますよね。でもこちらは C だけになってしまったりするんです。いわゆる省略をするんです。ベースというものがルート音を中心にやるということもあるので、あまりそんなテンションの音を弾くというのはイレギュラーと考えてる。でも EZ ベースを販売しかけた当初にすぐにやっぱりみんなの方からテンションコードが使えないのかとかいうような質問が多かったので、いつかはそういう風にしたいという回答がメーカーの方からあったんです。僕も質問をしてみたらそう言われましたので、でも1年ちょっとぐらい経ちましたが、まだ改善されていません。でもこれが EZ ベース2とかになったら多分テンションコードもできるようになるんじゃないかなと思います。テンションコードの件分かりましたか？はい。でもここでは MIDI エディターがついています。ですからこのところでもちろんテンションコードのようなものにこれを動かせばいいわけですから、これを使ってやればいいわけです。じゃあこの状態で一回このベースを追いながら見てみましょう。一番最初に戻ります。これを再生して、僕はベースのちょっとおかずを入れたいところを探したいために今そういうことをやろうとしてるんですね。じゃあこれでいきます。はい。ここの入りをスライドしたいというような時があったとします。いわゆるここで一つ、A メロから A' メロみたいに変わるところなんですけれども、こういう時はこれちょっと短めにしたりして、この2つを選択しておいて、そしてここにスライドというのがあるので、スライドするだけで、今までのベースソフトとかだったらこれをキースイッチとかでやらないといけなかったんですけれども、キースイッチを使わないででもできるのがこの EZ ベースの特徴です。ですからちょっとここのところを再生します。DAW の方で再生をしてしまうとここからできないので EZ ベースのソフトのところの再生もしくはコントロールスペースのキーを押すとここから再生できます。聴いてください。はい、こんな風に簡単にスライドができるわけです。もうちょっと引きずろうと思えばこれをちょっと前にして長く引きずればこういうようなことができたり、これをスラップベースのようにちょっとかっこよくしたいなとか、こういう細かい音符ですね、そういうのはこう選択しておいて、これもキースイッチを使わなくてもスラップというのをするだけでこういうガッっていう叩いたような音になるわけです。ここから再生してみましょう。こんな風になります。案外簡単に設定できるでしょ。はい、すごく簡単でね。そうですね。もっともっといろんなことがあったり、そしてタイミングっていうようなボタンを押すとここにいっぱいこんなんが出てきたりして、タイミングをちょっとずらしたりとかいうようなこともできるし、そしてこの下の方なんかでは。ここでちょっとベロシティを出しておくとよくわかるんですが、選択した部分のベロシティをこうやって一括で上げたりとかいうようなことであったり、これを人間が弾いたようにちょっとランダムにこんな風に変えたりとか、そういうことが一発でできるようになっています。DAW じゃないのがすごいですね。そうそうそう。うん。スタジオワンの MIDI エディターに持っていかなくってもここでいろいろできるから楽ですよね。はい、それも楽だと思います。はい。で、弾き方もここにあるようにフィンガーで弾いたようにとか、そういうのがこういわゆるこういうのアーキュレーションって言いますけれども、例えばこれ叩く絵になってますけども、こういうのをここ3つとも叩くにするとパーカッシブ、そしたらここでこういうふうに、こんな全体をすることはあまりないでしょうけれども、こういうのをできたり、この小さなこれは弾くんじゃなくってゴースト音、ゴーストノートかな、こっちでやるとこれが本当に小さく詰まったチュッっていうような音に変わってくれたり、はい、音として鳴るっていうよりなんかチュッと当たったみたいな、そんなこともできるということです。そして今これで EZ キーと EZ ベースができました。今日の勉強のところはここのところなんですが、せっかくなんでゆうこさんは UJAM のシルクを持ってますので VG のシルク、はい、これですね。VG のシルクが出ましたが、どんなアルペジオがいいかなと調べるときはここにラッチというのがあります。ラッチというのがあるので、ここでこの銅の音でいいからこうして押しておくと、はい、じゃあこれでいいと。ここでねラッチを押しといたら、ここを押すことなくずっと聴いて、ここでスタイルを探すことができるわけです。そしてこんな感じのアルペジオにしようと思ったら、このコードを下に引っ張るんですけれども、ここでポイントです。みんなよく間違うところなんですけれども、どんなコードでもいいんじゃなくて、シルクは C4 から上のところにコードを書きなさいという約束があるので、このコードのトラックのところを押すとオクターブというのがあります。ここ今5となってるんですが、4からしたい時はここを4にするんではなくってここを6にします。こういう2つ上という約束事があって、そしてこのコードを下に引っ張ってくると、実際は4のあたりにちょっと分かりやすく大きくしますね。はい、はい、この辺で C4 のあたりにうまく並んでくれるというふうになります。そしてここでこれができましたから、もうあとは何もすることなく再生するだけで、アルペジオが入ってピアノが入ってベースが入って、そしてメロディーが鳴るという、そういうのができるので、ここでミキシングをしながら聴いてもらいますね。ゆうこさん、どうでしょう？はい、もうこんなに簡単にすぐに曲にできるとは。ゆうこさんは皆さんね、本当ならブラックフライデーまで待ってちょっと安くなる時に買おうかということで何度もディスカッションしてどうしようって言ったんですけれども、約 8,000 円ぐらい安く買えそうなんですけれども、あと 2,3 ヶ月待つよりやった方がいいんじゃないかということと、ゆうこさんはアグレッシブな人なんで、あ、これいいなと思ったらちょっともう待ちきれないという性格もありましてですね、はい、そこでいろいろ考えながら、まあ僕は本来ならね、僕のような講師の人はレッスン始めましょうよということなんですが、僕は今日これ皆さんに公開しているようにですね、何十分かの時間の中でこれができたわけですよね。何十分というか30分ぐらいですよね。そんなすぐには上手にはなれないにしても、こういうような動画テキストがあれば早くできるし、そして今まで僕はいろんなレッスンをさせてもらったけれども、どの人もほぼゼロというような DTM 初心者の人に1ヶ月あったら曲ができますよと、それは DTM を教えたのではなくって、こういう便利なツールをお教えした、だから早くできたということなんです。大雑把すぎる言い方ですけれども、 DTM をコツコツ学ぶっていう時代は僕は終わったんじゃないかなというふうに思います。ある程度費用はかかるけれども、綺麗な音源とかそういう細かなマニアックなことを言うんじゃなくって、今回のこの EZ シリーズとか、まあその他では、まあ、UJAM なんか、そしてコンタクトのセッションギターなんかもそれにあたりますが、コード進行だけを与えたらほとんど難しいところはやってくれる。なぜ僕はそれをした方がいいかというとですね、例えば僕だったら主にギターはまあまあ弾きます。で、ピアノが中学生ぐらいかなっていうぐらいの、そういうもんなんですが、ベースやストリングスとかっていうのはこれから一生かかってもそれを僕は手に持って演奏することはないと思うんですね。そんな楽器のこととかミディの打ち込み方、ドレミと並べるぐらいはミディは打ち込めると思うんですが、でもバイオリンとかだったらふわっとこう上がるようなところをキースイッチを入れたりとかしなかったら、そんなバイオリンでファンファンファンというような何のアタックもないような音が鳴ったってバイオリンらしくならないわけです。それは僕たち演奏家ではない人間はですね、これから多分一生かかってもそんな難しいことはわからないので、こういう便利な道具を使えばいいんじゃないかなというふうに思って僕の生徒さんにはお話をしています。ということで最後にゆうこさんに感想を述べてもらいましょう。これで明日から頑張ってくださいね。はい。はい、今まで他の先生ですとか動画ですとか同じDTM をやっていらっしゃる方にどのようにしてそんな短期間でこんな素晴らしい曲を作ってらっしゃるんですかってお伺いしてもやっぱり詳しくは教えていただいたことがなくて、でみんな大体適当に作ってるよとかっていう形だったので。やっぱり楽器経験者には到底かなわないのかなと思っていた部分が大きかったんですが、今日こうしてEZ Keys、EZ Bassでそこにシルクがあるだけで全く音楽理論など知らなくてもこうしてもうすでに短時間で曲ができてしまう、しかも簡単にドラッグするだけで全く弾けないベースですとかギターなんかも簡単に作れてしまうっていうことだけが知れただけでも、もう私としてはもうこの上なく時短にもなるし、さらにここから自分なりに経験を重ねることによって数を重ねることによって自分なりのオリジナリティを加えていけたらなと改めて考える機会になりました。はい、まあ明日からどんどん多分作っていけると思うので頑張ってください。じゃあ今日は、はい、こんな感じで終わりたいと思います。はい、またね。